はい、どうも、パスワパスサキソフォンの松井拓也です。本日は僕が使用しているアルトサックスのケースとその中身を大公開したいと思います。それではご覧ください。まずケースを紹介したいと思います。僕が使用しているアルトサックスのケースはバムトレッキングスタイルアルトサックス用セミハードケースの黒を使用しています。このケースは僕が中学2年生の時に購入したケースです。なのでもう13年くらい長く愛用しているケースです。僕がこのケース気に入っているところ4つありますのでご紹介したいと思います。まず1つ目は収納スペースが多いところです。ケースの外側に大小2つの収納スペースがあります。僕は大きい方には楽譜、ストラップ、リード、時にはノートパソコンやタブレットを入れています。小さい方には僕はお守りを入れています。2つ目、こちらお気に入りのキーホルダーやストラップをつける場所があるところです。もともとそういうために作られた部分ではないのですが、僕はパッソアパッソのキーホルダーをつけています。続きまして3つ目です。この部分背負えるようになってるんですね。なので移動するときとか両手が空くので、これめちゃめちゃ便利です。最後に4つ目です。皆さんこれはね、画期的ですよ。この部分なんですけど、雨よけのシートが隠されてるんです。ちょっと出してみますね。じゃん、すごいですよね。これで雨の日も濡れる心配なく安心して楽器を持って外に出かけられます。こんな素敵なケースを僕は長年愛用しています。それではいよいよ僕のケースの中身を公開したいと思います。それではケースの中身を開けていきたいと思います。じゃじゃん、まずこれですよね。ビーラ昔は僕の地元のシールです。そしてこちら収納スペースあります。先日紹介したお手入れグッズ入ってます。フロスとスワブ、そして吸水シートですね。楽器はマウスピース、ネック、本体の3つの部分に分けて楽器ケースにしまっています。マウスピースをケースに入れる際にリガチャーの型崩れ防止のため、いらなくなったリードをつけています。ネックはそのままです。本体には2つ仕掛けがあります。まず1つ目はこちら。じゃん。この部分です。楽器購入時はプラスチックのものがついてくると思うのですが、僕はワインコルクを自分で削って作ったものを使用しています。ちょっとおしゃれな感じがして気に入っています。二つ目はこちらです。この部分とこの部分にワインコルクを切ったものを挟んでいます。本当はここにも挟んでいるのですが、今ちょっと失踪中でして捜索願いを出しているところです。で、なぜワインコルクを挟むかというと、楽器を持って移動すると少なからず振動を楽器に与えてしまいます。そうすると調整が崩れてしまい、音が出にくくなったりする原因になるので、それを少しでも緩和するための防止役です。最後に紹介したいのがこちら、防カビ防湿剤です。これは僕本当に大切なグッズの一つだと思っているのですが、入れている人をあまり見ません。先日お手入れについての動画をアップし、その時に担保の水分は命取りだよという話をしました。日本は梅雨もありますし、湿気が多い国でもあります。ケースの中に入れていても少なからず担保に影響を与えてしまいます。その時に活躍するのが防カビ防湿剤です。僕が使っているのは白馬から出ているジャンボカビストッパーです。ぜひ皆さん、これはケースの中に入れることをお勧めします。
いかがでしたか？僕のケースとその中身を紹介させていただきました。少しでも発見があったり参考になる部分があったら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまたねー。